お二人はこのような対談の機会ってこれまでなかったと思います。随分長いでないです、はい、あの、ね、番組でお目にかかったことはあると思うんだけど、はい、何十年前かあるかもっていうぐらい記憶が薄れてるぐらい時間経ってると思うんですね。別に仲が悪いわけではない、はい、いや僕すごいですよ、安藤さんとってもすごいと思ってますよ。いやいやすごい、もう大々先輩ですから、はい、でもさっき高田さんが言ったのが、安藤さんがもう戦後の半分テレビの中で活躍してるってい う戦後70年ですからね、はい、来年で、はい、その半分、うん、分かりやすいですよ ね35年6年こんなに長く現役でね、はい、活躍している女性のキャスターはいないんじゃないですか。確かに女性って特に消費されちゃうものでしたもんね、うん、昔って、うん、そうですね、うん、さあそんな、皆さんお迎えしてもまずは、今年最後の大きなニュースとして伝えられたのが先日行われました衆議院選挙ということになります、うん、自民党の圧勝という結果になりましたが、うん、さあこの今後の国民生活にも大きく関わる政治経済からお話を伺ってまいりたいと思います。お二人ともまあ選挙特番やったりとか、うん、結構選挙とか政治について結構近い位置にいる方だと思うんですけど、政治とメディアってどんな距離関係にあればいいなってなんかイメージとかなんかあったりしますか。例えば今ね、あの街頭のね、はい、あの声聞きましたね、はい、ほとんどアベノミクスに否定的ですよね、はい、もしこの番組に今安倍さん出たら怒るね偏ってると違うんじゃないか偏ってんじゃないかと、うんうん、でも確かにその選挙前って特にその公正公平な報道しなきゃいけないって結構プレッシャーがあったりしますよね、うん、あのね公平公正というのはね、僕はね強いて言うなら局全体が公平公正ならいいと思って、うんうん、太陽って白色じゃないですか、うん、でも虹の色は7色でしょ、うん、だから番組は赤の番組あって三茶青の番組あって、うん、全体でね公平公正ならいいと思って、うん、で番組ごとに全部公平公正じゃないっていうのはねつまんない番組になっちゃいますよ、うん、ただ、さっきおっしゃったその安倍さんがあのある番組に出られて、はい、その街頭での声がすごく TBS ですね、うんうん、全部自分に対しての、まあアンチアベノミクスだったっていうことですごく怒ったっていう話がありますけれども私そういうふうなある種緊張感、緊張関係にあるべきだと思うんですよ、うん、やっぱり政治とメディアっていうのは、うん、緊張感を持ってるべきだと思うんです。だからね、あの時に TBS がね言われたらやっぱちゃんと反論しなきゃ、うんうん、そうですね、うんうん、あれでもねまだ安倍批判が少ない方なんですと、うん、実態はもっとあるんですよってことをちゃんと言えばいい、うんうん、それからねあの他の番組の言うとよくないけど例えば日本テレビ の、投票の日の番組で、キャスターがなんか嫌なこと言ったらイヤホン外しちゃったよね、うん、安倍さんが、うん、子供っぽいなと思うけど、うん、とその外したと子供っぽいとあれは問題だと思うけどそのことを他の番組が、ね、報じないんだよね、うん、他のテレビ局とかがあまり報じなくてネットでは報じなくても日本テレビの他 の、うん、あの番組が報じてもいいですね。報じてもいいね、うんうん、なんだとでそのシーンまた再現してこれなんだ言ったとやっぱりねマスコミってのはそういうもんだと思う、うんうん、事実を報じると、うん、どうもこのとこね遠慮っぽいね、うん、私もそう思います。昔の方がもっとメディアってその政治を、まあ、批判というかちょっと距離感ってもっと違ったものだったんですか、うん、例えば、うんね、いや今度ね選挙の直前に自民党の萩生田光一さんが、ねもう一人だけど、在京のキー局に報道局長にこの公平公正中立の番組やれと出したよ、はい、ああいうのはねそういうことが来たということをやっぱり各局言うべきですよね、うん、言わないんですね。だからで高田さんの番組ではなんかおっしゃってましたよね。やりました、やりました、はい、うん、だからねちょっとなんとなくね安藤さん頑張ってください。はい、やっぱり視聴者はもう 見抜いてると思うんですね、うん、だからそこに対して私たちがいかに敏感になれるか、うん、あの忖度メディアだと思ってるんですよ今。やっぱりその相手の言い分とかをもう忖度しちゃって、うん、なんかこう少しこう首を、うん、なんか引っ込めてるっていう か、うん、だかそういう姿勢を視聴者は私もう見抜いてると思うんですね。だからそこはやはり地上波のやっぱりダメな部分だと思うんですよ、うん、なんとなくこう忖度して相手の気持ちを忖度して自分たちをこう一つのタガの中に収めてしまうっていう、そこをまあ視聴者が見抜いてしまってるっていうところが今のダメな部分につながってるんだなって。あの、ね、僕は最近のテレビをねつまんなくてるのはねコンプライアンスって言葉だと思う。コンプライアンス、コンプライアンスってのはね法律を守ろうと人法精神って言うんだけど実は違うんですね。
クレームをなるべく来ない番組を作ろうと、とになって、クレームが怖いんですよ。やっぱりテレビはむしろクレームがいっぱい来た方がいいんですよ。このやっぱりコンプライアンスというのはね、今非常にテレビのね、なんていうか思いというかな、これがつまんなくてますね。そうですね。ただそのさっきの政治のあれを見てると、確かにその選挙っていうのは中立でね、公平な報道をしなくちゃいけないのは当然なんですけど、聞くべきことを聞かないっていうのは中立、反対中立じゃないと思うんですよね。これで昔からなんですか、それとも結構最近そういう忖度であるとか。最近ですね、最近特にそれがどう越してきているんじゃないかなっていう感じ、それで昔ならね、そういうもの出したらね、やっぱりその例えば在京の報道局長たちが集まってどうしようと、あれこれにクレームを出すと反応したもん、今黙っちゃうんですね。ここが良くないですよ。まあ、一言で言えばお行儀が良くなったんですね。テレビって何やるか分けるわからないとんでもないメディアだったはずなのに、なんかとってもお行儀が良くなって、そこが僕はね、安藤さんの良さだと思う。安藤さんは言葉悪い、もし言葉が悪い言葉ですね、やんちゃなんですよ。今時珍しいね、やんちゃやつ。やんちゃですか私。いや、比べると田原さんの方がやんちゃかなと思うんですけど、でも田原さんから見てやんちゃに見えるんですね。いや、品が悪くないやんちゃ。いやそんな褒められてどうしよう。やんちゃって褒め言葉ですね。超褒め言葉ですね。特に、まあ、でも確かに私ひどいこといろいろしました、取材の過程で。どんなことしたんですか、ひどいことって。かなりやんちゃだなって思うようなことをしましたね。一番面白かったのは、面白くないんですよ、フィリピンで革命があったじゃないですか、で、秋の大統領になって、でその時秋の大統領が日本に突然いらっしゃることになって、その時私フィリピンにいたんです、その時にもうすでにクーデターの噂があって、その時に私外務大臣がクーデターの首謀者だっていう噂が流れてたんですよ、フィリピンの、はい、でちょうどその赤い絨毯で飛行機までこう行きますよね、大統領が、それをみんな見送るわけですよ、外務大臣たちが、その前にバーッと出てって外務大臣にマイク突きつけて、あなたクーデターやるのって聞いたことがある。言ったの、はい、それはやんちゃだ。かなりやんちゃですよ ね。選挙報道なんかもやってると思うところは、どうしてもその相手に話を聞くわけですから、怒らせるために聞いてるわけではなくて、本当に話をしてもらうために聞いているっていう、そこら辺の気持ちの行ったり来たりがすごく難しいですね。だってやっぱり画面上は相手が怒った方がそりゃ面白いし視聴率は上がるかもしれない、だけれども聞くべきことを聞くっていうのは平坦な話かもしれないんですよ、だそこら辺ですね。でも大体ね、聞くべきことを聞くとね、相手は怒るもんですよ。まあ政治家ってやっぱりね、じゃあ怒らないのは聞いてないってことか。建前で答えるからね、本音は言いたくないんですよ。それは確かそうですね、その建前の壁を崩してないのかもしれないですね。でもお二人のやっぱり話の聞き方でやっぱりちょっと違う気もしますよね。なんかそのお二人ともインタビューがすごい上手だけれども、なんかちょっと違う感じがしますよ、なんか。私はあれですもん、怒らせないように。さんなんかもう相手の中に入ってくって感じですよね。私はそうですね、私はもうなんかこう自分の好奇心のままにっていう、昔インタビューをするときに何か秘訣ってあるんですかって聞かれたんですね。私はいつもこういうふうに答えてたんですよ。人の相手の目の中に入るっていう気持ち、入らないんですけど、入れないんですけど、相手の目の中に入るっていうのは人の話を聞くコツなのかなって。その好奇心ってのはとっても貴重だと思う。そうですか。僕は全く才能がない人間だけど、好奇心があるからまだ現役でいられるんだと思う。キャスターや司会者はいや、よく分かってなきゃいけない、違うんですよ。分かりが悪い方がいいんですよ。分かりが悪くてしつこく聞いた方がいいんですよ。でもその報道 そのニュース番組っていわゆるその難しいことを難しくやるものの典型かなと思うんですけど、そこの中で安藤さんってやっぱりそのニュースのイメージを結構変えた存在だと思うんです。これでもね、努力してるんですよ、私だって分からないのに分かったふりをするって、裏切りですよね。裏切りだと思うんですよ。だから分からないことを分からないって言える勇気を持たないためなんですよね。ニュースキャスターとかキャスターとかってこう肩書きがついた途端に、なんかこうそれらしく振る舞わなくちゃいけないような気になってくるのが落とし穴で、落とし穴、分かりませんって言えなくなっちゃうんですよ、人間って。でもそのお二人ともそうですけど、やっぱりこの業界が長いとどんどん分かるようになってくるわけじゃないですか。そこの中でどうなんか分からない、振りでもないけど分からないっていうのかって。
だからね、分からないというためにはね、分からないと言える自信が必要なんですよ。これはあの安藤さんはあるんですよ。つまりあの本当に分からなくて分からないって相手にバカにされるんですね。ですよね、難しい。僕はあの政治家にインタビューするときに、その政治家をできる限り調べます。で、そして何か質問したときに、あ、こいつはここまで知ってるのかと。それじゃあちゃんと答えなきゃと。つまりね、質問する側のレベルに合わせて答えるんですよ。で、ね、そして分かんない分かんないを連発するんですかね。そうですね、田原さんの、 あのインタビューとか読ませていただいたり、拝見させていただいていると、あるところをすごく突っ込まれていきますよね。中国でね、まあ、その今の珊瑚もそうだし、それから、尖閣にね、船がいっぱい来るという話が緊張関係だと、下手すると中国と日本が戦争が始まるんじゃないかという情報すら、ところがね、一つ大事なことがある。この間安倍さんと習近平の日中首脳会議やりましたね、はい、エペックの、はい、あの段取り裏舞台を作ったのは福田康夫さんなんです、うん、前の首相の、ね、福田さんに僕は会っていろいろ取材した、はいはい、実はこの日中首脳会議やりたいと言い出したのは中国なんですよ。中国からね、福田さんのところに一回来てくれと、はい、で習近平と会ってほしいと、中国が変わってきたんですよ。どう変わったか、どう変わるのか、これはこれからのやっぱ面白いもん。それからもう一つは、実はこれはもう言ってもいいと思うんだけど、このパク・クネさんとで前の首相だった森喜朗さんが、会って、森さんが韓国に行ってで握手して、パク・クネさんが笑ってる、もう非常な笑顔、はい、写真があった。僕は森さんが韓国行く前の日に森さんと会ったんです、で韓国行くんですねと、実はパク・クネさんが来てほしいと言ったと。つまり日中首脳会議やるというんで韓国がちょっと慌ってるんですよ。だその辺をね、な韓国は悪口言ってはいいと、で日中は緊張だと、状況ってどんどん変わるんですよね。この辺の代わりをね、いかによくちゃんとあの取材するか。そうですね。私が思うのはその、まあ、韓国に関してもそうなんですけども、中国に関しても、例えばその赤サンゴのね、盗んでいくっていうのは絶対的に許せない話なんですよ。もうそれはちょっとさて大きいですよ。その韓国に対する報道とか、それから中国に対する報道、特にこれはテレビメディアではないですけれども、あまりにも使っている言葉がひどい。週刊誌ね、本当にひどい。ネット、こんな言葉を公衆の場で使っていいんだろうか。例えばその電車の中吊りとかに、なんかこう、例えばね、売国土とかね、今戦争中なのっていうふうな錯覚を覚えるような言葉がこう羅列されてるわけですよ、大きな字で。でああいうふうなセンセーショナルなメディアが報道の仕方をし続ける限り、私はやっぱり誤った方向にね、感情的にこう導いていくっていうか、先導されていく可能性があって、私はああいう言葉使えば本当に現に慎むべきだっていうふうに私は思います、そうね。ただね、そういう売国なんてとんでもない言葉を使う裏があるね。やっぱり日本は韓国を長い間植民地にしてきた、日韓併合ですね。その僕らの古い世代はね、食材意識があるの。悪いことしたなと韓国に対して。だから韓国がいろいろ言ってもね、いや例えば慰安婦の問題でも、悪いことしたなという意識があるもんだから、言いたいことも言えない。この反動がね、在特化になるわけね。でも今その反動がすごい逆に盛り上がりすぎてしまってますよね。これは良くないね、明らかに。本当そうですね。私はそのヘイトスピーチに関して、あの現場で聞いたことがあるんですよ、ヘイトスピーチ。本当に心臓がもうバクバクして割れるかと思いましたよ、聞いていて。大声どっかでやってますよね。小さな少女が、あの本当に中学生ぐらいの少女が、殺せという言葉を使うわけですよ。その場面を見ると、日本っていつからこんな国になっちゃったんだろうっていうぐらい、もう呆然としました。呆然、あれは本当に呆然としました。またそれをさらにこうセンセーショナルにこう拡散していく力がインターネット上にもあるわけじゃないですか、あそこら辺なんかこうインターネットなりなんなりでこう抑制する動きってないんですかね。だから本当はその少数のはずなのに、やたら それがすごい過大に評価されて、すごいたくさんそういう人がいるようになんか錯覚してしまう。あとさっきあのイスラム国が出てきて、私たちはちゃんと伝えてるかどうかっていう問いかけは VTR の中にもあったんですけれども、
どこかでイスラム国ってほら究極の自分探しだったっていう話ですよね、はい、その例えば北大生が行こうとしていたっていう部分で、じゃあなんで行こうとしていたのかって、こんな場所で死ぬよりも何かのために死んだ方がマシだっていう、死ぬ前にね人を殺すかもしれないところになんで行くんだっていう話ですけれども、なんかそういうふうな、うん、結局この現象ってなんだろうと追い詰めていたところに、意外にこうイスラム国と自分探しがつながるっていうのが私なんかに極めて興味深い現象ではありましたよね、うん、でもそのヘイトスピーチに集まる人たちなんか の分析というか研究なんか見ても、うん、じゃあ全くこう居づらい生きづらい人たちばかりなのかというとそうでもなかったりするわけですよね、うん、だからやっぱり何かにこうつながってみたいっていうんですかね、うん、自分一人じゃなくて何かつながりたいっていう、うん、そういうものがそういうことに向いちゃってるのかなっていう気がして、いずれにしてもすごくへんてこなことになってきたなっていう感じは私はしてますよね、うんうんうん、でそういう状況に対してメディアってどんなことができると思いますか。私はありのまま伝えることしか今できないと思う。今のこう方向性って提言型、うん、提言型のなんか番組とか、うん、提言型の何々っていうのがすごくやっぱり今の方向性としてあって、うんうん、やっぱり批判ばっかりしているメディアっていうのを何とかして返上しようとして、やっぱり提言型っていう方向に行ってると思うんですよね、うん、でも私はあんまり賛成ではないんです。メディアってやっぱりそこの場で起きてることを余すとこなく伝えてこそ、うん、私たちの役割が果たせるんであって、うんうん、それに対してこっち行きましょうよっていう旗を振るのってどうなんだろうっていう、うん、いやだからそういう強調的なものがある。それはまず批判があってですよ、はい、でそうですよ、うん、まず批判があって、うんうん、つまりここがまだ今誤解されてるんだけど、例えば、自民党の安倍さんの批判するとね、すぐね売国奴って話になる。違うと、それは日本を良くしたいから今の自民党のやり方は間違ってるんだって言うんですね、うんうん、ね、だから政府今の権力に対してはどんどん批判した方がいいんですよ、うん、ただ国民はその批判は大事なんだけど、その先も求め始めて、うん、あと今その韓国とか中国に関してちょっとでもいいことを言ってしまうと、それでまたすごいバッシングが来たりとか、すごいなんかおかしな状況になったりいいじゃないでも、うん、そう私もそう思うんですよ、うん、なんでバッシングを恐れるのかなと思うんですよね。だからさっきおっしゃったそのお行儀がいいっていうのも、その私たちがあまりにもそのクレームを恐れすぎてるんじゃないかな、うん、もちろん傾けなくてはいけない耳を傾けるべきはあると思うんですよ、うん、だけれどもそうじゃないものに対して、全てに対して私は平身低頭その通りでございますって言って、うん、である必要はないと思うんです、うん、お二人って視聴率とかは気にされるんですか。します。もちろんしますよ、うんうん、いい番組悪い番組っていうのはね、視聴率あってです、うん、昔筑紫哲也さんって言いましたね、はい、亡くなったけど、筑紫、はい、さん、僕はそのサンデープロジェクトやった時に筑紫、うん、さんとよく言った生存視聴率ってのがあると、うん、でその時に筑紫さんの番組とか僕の番組はね、生存視聴率が 7% なんですよ、うん、7% 取れなかった場合はね、いいも悪いもない終わりなんです、うん、7は取ると、うん、ただし 10% 以上取ろうと思うと違う番組になっちゃう、ごますったりね、視聴者に思えたり、うんうん、だから7と10の間で勝負すると、だから生存視聴率ってあるもんですよ。私が視聴率を気にするのは、うん、だって見ていてくれる人がいてなんぼの世界なわけ で、ね、誰も見ていてくれないのにわーわー言ったって致し方がない。それはもう本当コメディ以外何者でもないんで、うん、私は視聴率はものすごく大事なことだと思います、うん、重方のさんのニュースってなんでこんな面白いんでしょうね。なんか面白いって言っても言い方も変だけど、すごいなんかついつい見ちゃいますよね、うんうん、まあ、一つはこう女性と男性の受け止め方が違うってみんな揶揄するじゃないですか、うんうん、で男性は、まあ、田原さんもそうかもしれませんけれどもあんな可愛い、ね、女性があのおぼちゃんがっていう風な捉え方をするわけですよね、うんうん、女性はそれに対してややこうムッとしながらってそんな可愛い可愛くないとは関係ないでしょって、うん、ただこのニュースについて今手のひら返しっていう言葉があったんですけれども、はい、私たち別に手のひらを返してはいないと思うんですね、うんうん、まあ、でもそのもともとそのスタップ細胞が発表された時になかなかそのメディア側も実は検証があまりできてなくて、そこに今乗っかっちゃったって面は多分あると思う、うん、これはメディアはそんな簡単に検証できないからね、うん、乗っかるしかなかった、うんうん、スタップ細胞って聞いただけでそれは一体何なんでしょうっていうまだ世界で、ただとてつもなくすごいことに違いないっていうぐらいの、いや多分これはまともだったノーベル賞もんだとみんな思ったでしょうかね、うん、山中さん の、 あれよりももっとすごいと思いますね、はい、
でも、でも最初聞いた時になんでお酢入れてそうなるんだろうってやっぱりすごく素朴な疑問はありましたよね。お酢入れて書きましたけど、そこをやっぱりこうもっともっと突き詰めて素朴な疑問の積み重ねをしておいて、ちょっとあの小保方さんの割烹着とかなんかおぼちゃんというニックネームとかそういうことについてはもう少し置いとけばよかったのかなって、どうしてもそういう姿形の方に特にテレビメディアは行ってしまいがちですよね。もう一つやっぱりあの大きな問題、あの作曲家の話があったね、佐村剛さん、はい、あれもよく分かんない、まあ、結局は完全なゴーストライターで、でね、彼はパフォーマンスやってるだけだったんだけど、これをマスコミがみんな乗っかっちゃったね。やっぱりそのメディアってなんかその小保方さんに限らずに、やっぱりなんかすごいある人にわっと飛びついて、そしてすぐに去っていくっていうのがすごい繰り返されてきたと思うんですけど、やっぱりその構造ってまあこれからも続いていくんですか ね、 ねメディアっていうのはお祭りが好きなんですよ。でお祭りでわーさーで、で次のお祭りはそっちにまた行くわけで、だから要するに継続しないんですね、一つの問題を。だからこれが旬の人だと思うとその人にすごいたくさん人が集まって、でもすぐに旬が終わるとまだ離れていくっていう、問題はこの小保方問題ってのはこれからの問題なんですよね、なぜこうなったのか、などは何にも解決してない、下手するとメディアはお祭り好きだから次に行っちゃう可能性がある、これからが問題です。あんまり検証ってしないですよ ね、まあ、番組によってはその検証をすごく得意としてる番組もあると思うんですよね、すごく丹念に粛々と作り続けてって、ある時バッとこう検証ものを出すって、それとやっぱりデイリーの番組とかっていうのは、あのメディアとしてのやっぱり成り立ちも違いますし、それから求められているものも違っていて、だからといって私たちデイリーの番組を担当している者たちが検証をしなくていいって言ってるんではないんですけれども、やっぱり求められているのは速報性とか、やっぱりそこの場所で今一番頂点に立っている人たちは誰なのかとか、そういうやっぱりお祭りの最高潮のところをやっぱり突っ込んでいくっていうのはデイリーのニュースに求められて、ただね、デイリーのニュースが大事なことは速報性だけど、はい、速報性だと本当に速報性はね、はい、ネットにかなわないんですよ。まあそうですね、新聞なんかは、ね、まあ、取材力ですか、今や速報性じゃなくなったですね、ネットで散々言われたものを夕刊翌日の朝刊がやる、やっぱり新聞に求められてるのは本当は分析解説なんですよね、そうですね、あのテレビもそうだと思う、速報性はありながらやっぱり分析と解説をどうするか、そうですね、あとやっぱり取材力ですよね、取材力、やはり取材をどれだけ裏付けられるかって、そのインターネット上で拡散した一次情報をどれだけやっぱり取材力によって私たちが事実として皆様にお伝えできるかっていうことですよね。この特にね、取材力が落ちたと言われてる、その原因はね、携帯なんですよ、携帯電話で政治家も全部携帯持ってますよ、だから携帯で聞くとね、携帯で答えますよ、それを取材だと思ってる、僕はやっぱり取材の原点はやっぱりフェイスとフェイスですよね、そうですね、目の中入るとおっしゃった、携帯じゃ目の中入れないから本当本当本当そうですよね、やっぱりどんな顔して言ってるのか分かりませんし、ね、でもそのデイリーのニュースってまあお祭りだっておっしゃってましたけど、なんか安藤さんってずっとそのお祭りをまあいわば繰り返してきたわけじゃないですか、はいはい、虚しさのとかを感じたこともありますか、祭りの後ですか、祭りの後というか、これ疲れの前に祭りの後ですから、そうですかそういう気分もあると思いますけれども、ニュースってやっぱりその時に起きていることに対してどれだけ自分がきちっと向き合えるかっていう、本当に勝負なんですよ、本当に勝負なんです、まあ、その時はまあいいかと思っちゃったらそれで終わりだし、まあ、そこで起きているニュースに対してどれだけ本気で向かい合えるかっていうのを毎日繰り返してるんで、ある時はぁってなることはあります、でもそれは虚しさとは違いますね。田原さんもずっとまあテレビメディアの中で活躍してきたわけですけど、テレビってまあそんな残るものでもないじゃないですか、なんか虚しいなとかって感じたりはないですか。ただね、あの僕らは才能もないしね、大してあの想像力もないんだけど、ありがたいことに例えば携帯なんかできてみんな取材をしなくなったでしょ、だから僕ら生きてられるんですよ、だからみんながもしちゃんと取材したらね、僕なんて生き残れないですよいやそんなこともないと思うんですけれどもちゃんと取材を皆さんされてると思うんですが、やっぱりその取材の仕方とかは変わってきたんですね、変わったでしょうね、それとやっぱりあの僕はあの番組っていうのは2つある、1つは他がやってないものを発見する、もう1つは他の切り口と違う切り口をどう見つけられるか、この2つあれば二重丸、片っ端あれば丸、両方ともなかったらこんなもん勝ちますさすがテレビ番組、まあ、そこからさ、じゃあその基準で言うと、まあ、結構価値がない番組最近増えてるなっていうふうに増えてますね
うん、安藤さん来年4月から、はい、報道から情報キャスターへとまた舞台を変えていくということで、はい、あの情報の番組をやらせていただくことになって、でもただその私いつも言うんですけれども、ニュースにこう規制っていうんですか、その境目はないので、神羅万象全てがニュースなので、情報に行ってもこれまでと同じように神羅万象、見たいことが見たいことだし、知りたいことが知りたいことなので、それがニュースだけど、局の方は情報と報道どこで切り分けてるんですか。そこって今とっても分かりづらくなってますよね。例えば大御方さんの、大御方さんの例のね、細胞の話ね、あれは報道なのか情報なのか、おそらく見てらっしゃる方は報道が作っているのか情報が作っているのか、そんなにこう気にはそうですねしてらっしゃらない、見てらっしゃる方には関係のないことなんですよね。そうですね。だからそこら辺はそのテレビのこちら側の仕組みとしても、見てる人にとってはこれはあまり関係のないことだっていうことを私は知ってるべきだと思う。なるほど。その通りですね。もう自覚するべきだと思うんですよ。だから報道でございますとか、僕たちは情報だよとかっていうのは見てらっしゃる方には何の関係もないっていう気がするんですよね。でも報道ってやっぱりすごいプライドがある方が多かったりしませんか。なんか報道だからみたいな形で、まあ、それは率直に言うとあると思います、それこそね、35年前に私テレビ朝日の報道で最初に仕事をしたわけですけれども、報道ってすごい権威的なところだと思いましたよ。でやはり新聞から来た方とか、とにかくテレビ自体が新しいメディアで、何かそこの報道っていうと新聞に負けまいとして頑張ってる時代だったんで、すごくそういう意味ではこう権威的でしたね。それとね、朝まで生テレビっていうのは報道じゃないんですよ。今報道ですがね、だから報道って縛りがあるんですよ。朝まで生テレビは全く縛りがない、自由だったんですね。多分あの情報になると自由に安藤さんの良さがいっぱい出てくるんですよ。確かに安藤さんあんまり今って結構自分の意見あんまり語らないですよね。スーパーニュースでは私なんかこう自分の意見を語るっていうこととニュースを伝えるってことは別に考えてるんですよ。だから自分のあの考えていることをどなたかにお伝えするんであれば、そういうふうな方法論もあると思うんですけれども、私はテレビっていうのはもう大先輩もありで大変恐縮なんですけど、テレビって言葉だけじゃないんですよ。あの仕草やその表情や、それによってあのニュースキャスターが読むニュース、もちろんお伝えするニュースっていうのはそういう総合的な情報でもって視聴者が受け止めるので、あのこれは私はいいニュースですとか悪いニュースですとか好きです嫌いですっていちいち言葉にするのは野暮だと思ってるんです。実はニュースを伝えるもの、そういう意味ではテレビ面白いのはね、例えば活字ですとね、政治家が何か聞いてそうです、はいっていうのは、はいはイエスですよね、はい、テレビはね、はいと言ってもね、実は表情はノーだってことがありますね。この辺面白いですね。よくこの画角の中を見ていただくと、あのその管理がすごく上手な人と、全く無防備な方といらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこの画角の管理がうまい方っていうのは全部が情報なんだっていう、例えば久米宏さんなんかはガバッと伏せてみたりとかなさるじゃないですか。 あれはなんだよっていう感じだと思うんですけど、言葉には出さずガバッと伏せるみたいな、ああいうのがテレビの伝え方なんだと思うんですね。さあこの最後のテーマ、台風や地震など今年も多くの災害が思いを振りました。僕は煽りすぎはしょうがないと思う、いや良くないという批判も分かるけど、やっぱり危険なことを危険だと言うんですよ。ただね、その災害の現場に行ってそのテレビで取材をしているわけじゃないですか。でも実際にその災害の現場は停電をしていて、テレビの全く見ることができない、その現場で取材をして、その他の多くの皆様にそこの場所を知っていただくっていうのは大事なことなんですが、時々それこそ無力感を感じるのは、じゃあこの人たちを見せ物にしてないだろうかっていう思いに駆られることはありますね。彼ら彼女らは全くそれを見ることはできない、一番肝心の人たちが見ることはできない。そうなんですよ。だから大事な情報として見ることはできないにもかかわらず、そこにずかずか入っていって取材している意味は何なんだろうかっていうことを、まあ、問うときはすごくありますね。一番典型がね、やっぱり福島ですよね。福島の原発で、3.11、でやっぱり福島を今やっぱりちょっと見せ物にしてるんじゃないかっていう、でもう福島のことを言うのにね、漢字じゃなくてカタカナの福島になって、で
うん、あの安藤さんのおっしゃることはよくわかりましたから、うん、結局ニュースでもやっぱり、うん、ニュースって結局見せ物なんですかね。ニュースから逆に見せ物取ったら何が残るんだ。だからそこが難しいところ、うんうんうん、だから要するにあの安藤さんの大事なことは見せ物にならざるを得ないんだけど、うん、見せ物にしてるんじゃないかというその気持ち、うん、ここを大事にしなきゃいけない、うん、もうそれによってやっぱり見せ方は変わってくると思うんですよ、ね、絶対、うん、それからその人たちに聞く質問の仕方も変わってくると思うんですね、うんうん、ただそのメディアってやっぱり何でしょう、そのニュースってすごい不思議だなと思うのは、本当は東京に住んでる人にとって北海道の例えば列車事故とかって関係がないといえば関係ないことじゃないですか。でもそれはニュースは、まあ、あの全国に伝える、だからニュースってすごい不思議だなと思う一方で、その役割ってなんか何なんだろうってよくよく考えてみるとやっぱり分からないところも多いなってふうに思っちゃうんです。結局やっぱりそれってなんか人の事故をすごい冷静な顔して、実は結局内側で見せ物として楽しんでるだけなんじゃないかみたいな、うん、それはない、だ楽しんでるっていうことはちょっと違うと思うんですけども、うんうんうん、ただそのどこかで自分たちが取材をすることによって、あのこんな私経験があるんですけどもね、うん、あの湾岸戦争だかなんだか忘れましたけど、戦争の取材に行ってて、うん、隣に住むおばあちゃんっていうのが、おばあちゃん、おばあちゃんかな、おばあちゃんがいて、マンションの隣に、つまり毎日心配で、私のことが、うんうんうん、毎日心配でずっと湾岸戦争の状況を見てたっていうんですよ、うんうんうん、つまり私が一つの媒介者になってるわけですよね、はい、うんうん、だからおばあちゃんは私がそんな湾岸戦争に取材に行かなければ、うん、もうついぞ湾岸戦争などに興味を持つことはなかっただろうっていう人生の中で、うん、隣の優子ちゃんが言ってるから毎日心配で戦況を追ってたっていう、うん、そういうことがあって、もしかしたら私たち の, そのニュースを出すっていう役割っていうのは、うん、そういう一つの仲介者で媒介者であるっていうのが一つの役割だと思うんで、うん、決してそれを見せ物にして楽しんでるっていうのは違うと、うん、私はもう一つ見せ物でね、よく地方へいろんなところ行きますとね、あの文句言われるのは、つまり東京のテレビがね、地方を扱うときはね、事故とか犯罪だと悪いことしか扱わない、だからね、いいことも扱ってくれよと思うと、わかります。だから地方はなんかね、暗くてね、ひどくてね、犯罪が多くて、そういうになっちゃう、そういうイメージになっちゃいますよね、うん、確かに。それはさっきその安藤さんが言った、まさに見せ物扱いしてるってことね。あのこの間なんか農家の方に声かけられて、もう大根がさ、できすぎちゃって根崩れして大変だよって、なんでね、値段が高い時しかニュースやんないのって言われて、値段が安くなった時にもやってよっていう、逆にそうしたらみんな買おうとね、思ったりしますもんね。そう言われたんですよね、やっぱりそういうもんですね、うんうん、求められる役割というのはどんどん変わりつつあるこのメディアだと思うんですけれども、うん、そんな2015年、田原さんはどんなこうメディアが、やっぱりね、2015年、安倍首相の正念場だと思う、うん、本当に経済が良くなるのかどうか、うん、あんまり良くなるって根拠ないですよ、うん、正念場、選挙には勝ったけど、あの2015年、これからが正念場だと思う、うん、それをどうメディアが国民に伝えていくかっていうのが大きな課題ですよね、うんうん、はい、安藤さん、また新天地ということで、どんなこう報道を、はい、ですね、もう今あの大先輩から言われたようにですね、あのやんちゃさを失わないで、新しいその情報番組のあり方を探っていきたいというふうに思っております、はい、まあ、でもこんなだけの、ね、方たちがやんちゃであれって言ってるんだから、うん、やっぱりもっと若い世代とか、うん、若いメディア、まあ、この番組ももうちょっとなんかやんちゃでないといけないのかもしれない、ね、ブリさんもっとやんちゃになってでもやっぱりなかなかでも2人みたいにはなれないんですよね、ついていく人が、なんでそのなかなかってここまでの人ってもうで生まれてこないじゃないですか、どうなんでしょうね。ないだって、で安藤さんの下の世代でいますか、なんかこれだけなんかちょっと破天荒な人って。破天荒ってどうですか。違う私が今日は作られたような気がするんですけれども。安藤さんご自身も続いていってほしいなという思いはありますか、まあその若い世代に。もちろんですよ、もちろんですよ。私なんかもうぶち倒して先に行ってほしいっていう感じがしますよね。本当迫力持って。豪華なお二人に貴重なお時間を今日は頂戴しまして、またぜひフジテレビ表よろしくお願いします。どうもありがとうございました。